海外移住された方からのご相談で、アフィリで稼ぐ方法を教えていただきます。インスタグラムの場合、SNS の場合ですね、あと YouTube の場合、ブログの場合ってことなんですけども、アフィリで稼ぐならこの中で言うと、YouTube とブログですね。SNS、インスタのような SNS っていうのはやっぱり、インフルエンサーっていう形で企業案件もらって、企業からのまとまったお金で、自分のものが売れなくても、ある意味決まった、企業案件の大きな給料がもらえるっていうインフルエンサーだったらいいんですけども、普通の人がですね、インスタとかでですね、YouTube、SNS で、何か販売していくアフィリするっていうのはなかなか大変だと思います。で、YouTube、ブログの場合何がいいかっていうと、SEO 検索が使えるんですよね。YouTube は特にですね、Google の傘下ですので、Google がすごく優遇するんですよね、YouTube を。なので、例えば僕もいつも教えてるように、動画を上げたら1分でもう、